はい、どうも、リントでーす。はい、今日はね、うちの、ペットのみーちゃん、ハリネズミのみーちゃんを紹介というよりは、まあ、簡単に撮った動画をね、お見せできればなと思います。先日ね、ちょっと自分のソファー、いつもいるところのソファーに置いてみて、手のひらの上に乗せて遊ばせたりしてました。ちょっと嫌がってるね。はい、こんな感じですね。いやー、かわいいね。すごい折りたがってる。で、ソファーにね、置いてこんな感じでした。かわいいね。そうそう、こんな感じでね。そう、すぐね、入っちゃうんだよね、こんな感じで。で、すぐ潜っちゃうの。あんな感じで。かわいいねいなくなっちゃった。もう完全に潜っちゃってね。そう、その後ね、一緒にお風呂に入れたんだよね、こんな感じで。で、結構、お風呂好きかもしれない。お風呂の時慣れてね。あ、これ私の手ね。まあ、そんなにお気になさらず。こんな感じで慣れてくれたのかな。結構こうやったら自分でね、手に乗ってくれる感じ。うちに来て今1ヶ月ちょっとかな。でもね、出してくれって大脱走するの、こうやってあー出たそう、あんまりね、ここ出しちゃうとね、浴槽の床だから、ちょっと汚れがね、目立っちゃう、汚れがっていうかね、ちょっと汚れてる部分もあるから、こう、ペロペロされたら良くないかなと思って。ああ、すぐ出ちゃう。で、最終的にね、こうやって出ちゃって、こう、ね。そう、でも、まあ、可愛いからいいよね。そう、こんな感じでね、出ちゃったって感じ。かわいい。でも結構ね、こうやって手には乗ってくる。でもね、ちょっとイガグリモードになるんだよ、こうやって。カメラの撮り方がブレブレ。こんな感じでね。いやー、かわいい。ということでね。こうやってお風呂に入れてました。で、お風呂上がりですね。こんな感じで。ブレブレだけど。で、この後はタオルで乾かしてあげてっていう感じですね。はーい。ちょっと弟の足映ってるね。はーい。こんな感じで乾かしてあげてました。はい。ということでね、今日はうちのみーちゃんのね、お風呂と、こう、ね、なんていうかな。ソファーのところ置いてあげて戯れてる動画でした。はーい。以上、リントでしたー。バイバーイ。みーちゃんかわいいねー。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あと、Twitter もやっておりますので、概要欄よりフォローお願いいたします。